ズです。皆さんこんにちは。今日はですね、生まれて初めてパーソナルジムに来たんですけど、お邪魔してるのはナイアジムさんの恵比寿店にやってきたんですけど、ガチゴチに鍛えていただけるということで、早速やっていきたいなと思います。お願いします。はい、お願いします。今日希望の部位は、今日希望の部位は二の腕とお腹とお尻が気になってるので、その3箇所をお願いします。でちょっとだんだん寒くなってくるじゃないですか、はい、なんで体が固まった状態で急に力出すのって危ないんですよ、はい、怪我の原因とかになってしまうので、はい、なんでちょっとお腹が希望ってことで、まあ、ウォーミングアップも兼ねてお腹全体、あとはくびれにも効くような、はい、自宅でもできるようなトレーニングちょっとやっていきましょう。ちょっとお手本見せます、はい、で前で組んで、はい、うん、で一緒に動きやっていきますね。膝を引き上げる、体軸ぶれないよ、はい、でリンパ、ここ股関節のリンパ流れてるんですけど、ここ老廃物すごい詰まりやすくて、ここをこういう風に動かしてあげるだけでも痩せます。そうなんですね、うん、で疲れも溜まりにくくなるので、これは自宅でもできますね、はい、ちょっとじゃあまず1分やってみましょうか、はい、いきますよ、よーいスタート。運動音痴が慣れちゃいそう。上手上手上手。あと30秒。はい、一気に熱い。横に高く上げる。きつい。あと10秒ね。はい。3、2、1。 OK。 上手上手。あーすごい熱い。ちょっとじゃあ脈が落ち着くまで待って、はい、これ自宅でやっても一切音が出ないんで、うん、ご近所トラブルとかにもならないです。うん、うん、まあ初めてやると結構筋肉痛きちゃうと思うんですけど、うん、まあ、慣れてきたら週に2、3回ぐらいとか、朝がいいですね。結構寝る前にみんなやりがちなんですけど、うんうん、睡眠率下がっちゃうんで、できたら朝起きてからとかやった方がいいです、うん、なるほど。今1分やったじゃないですか、はい、でまたすぐ1分いくんですけど、はい、これあともう2セットやります。はい、準備できたら言ってください。はい、大丈夫です。よーいスタート。今ね、こうなってるでしょ、はい、足この狭くやって、こっちの方がきついから、そう、うわ、バランス取るの難しいってことは、こっちの方がお腹使います。はい、うん、一気にきつい。うん、上手上手。あと5秒。はい、4、3、2、1。 OK。 閉じるのきつい。じゃあ次最後ね、もうちょっと、はい、脈整えてからいきます、はい。まだウォーミングアップなのに。じゃあ最後1分ね、はい、いきますよ、よーいスタート。キュッてあげる、スピード持ってキュッてあげる、そう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 、そうそうそう、あと20秒。はい、意外とあるまだ、うん、もうちょい上がる、はい、お腹固めて、はい、やばい、ちょっと、あと5秒。3、2、1。 OK。 意外と先生がスパルタ。今日どうなっちゃうんだろうっていうぐらいウォーミングアップでハーハーなんだけど。なんか理想の体型とかある？ガリガリすぎないけど、うん、筋肉で締まってる感じになる。女性らしいライン、メリハリをつける。メリハリは、じゃあ二の腕いきましょうか、はい、なんとなく見たことあると思うんだけど、はい、おー、それでこう上に上げる。昔ペットボトルでやってました。やってた？見てもらっていい？ああ、センスあるね。横から立ってほしいんですけど、はい、横見てもらいます。肘が前に出てないでしょ。あ、本当だ、すごい綺麗、うん、なかなか最初からできる子いないね。あら、あら、ありがとうございます。腰はね、あんま反りすぎないように。そうそうそう、お腹グッて固めて、うん、そうそうそう。ちょっと休憩。これ全然1キロもないからね、これ多分500グラムもないかもしれない。全然痛いんだけど、なんで？でもセンスはあるって。センスかなりある。で大事なのはストレッチを感じるのがトレーニングのポイント。伸びてる感じです。そう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 、このね、うん、そうそうそう、ちょっと例え方としては二の腕って絞るってイメージなの、うん、絞って効かせるってイメージ、うん、絞る。そう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 、そうすると二の腕しか使わなくなる。絞る。そう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 。あとは背中反りすぎないでね。あ、そうそう、お腹が反りすぎない。じゃあいくよ、はい、結構重いからちょっとびっくりしてる。あー上手上手。2、2。はい、全然できる。あ、上手上手上手。すごい綺麗。5。グッ。
あと2回いくよ。呼吸整えて最後絞る。OK。 きついよね。きつい。4キロいく。他に3本くらいやった方が良かったかもしれない。足りないかもしれない。すんごい喉乾いちゃう。でトレーニング中は糖質取りながらやるのがおすすめね。はい、エネルギー源が必要だから。できてる場合は2セットで大丈夫。あ、本当ですか。うん、頑張りすぎて怪我しちゃう可能性もあるからほどほど。でも結構頑張ったじゃない。だからこれは2セットで OK。 あ、うん、ちょっと休憩してお尻やります。はい、そしたらお尻のトレーニングなんだけど、はい、まず最初は、デッドリフトっていう動きをやります。はい、ちょっとじゃあ何も持たずに練習していこうかな。これはまあ初めてにしてはすごい上手なんだけど、これはいわゆるスクワットデッドリフトって言って、はい、同じフォームでゆっくり落としていって一番下で止めて上体倒します。地面見ちゃっていいよ。すごいね、飲み込みが早いね。本当に習ったことないよ。休憩。相当センスがある方だね。おぉ、やった。運動音痴なのに。もしかしたらそれにしてきたかった。動画用で。今日は8キロやっていくんだけど、もう一回何も持たずに練習します。はい、うん、素晴らしいね。種目を一種目やっても今日は終わり。じゃあやってみようか。はい。マルコはね、頑張って突っ込んで左のお尻がほら喜んでる。すごい喜んでる。これ一回一回きついです。これやばいですね。左の足の感覚が全然違う。ちゃんと均等にしてあげるね。あと3つね。できるよ。めっちゃブラブラ。ストレッチかけて戻す。ラストね。痛い。このプルプル具合やばかったよね。次ラストね。次のセットで今日のトレーニングが終わりです。はい。オッケー。よし、行こう。うん、ナイス。オッケー。じゃあラストいきましょう。はい。
最後しっかりね、最後 100% コントロールして、お腹固めて、フラフラしない。そう。